物質の姿は温度によっても変わる。非常に低い温度を表すには摂氏マイナス273度をゼロとする絶対温度を用い、単位はケルビンを使う。ヘリウムは原子同士が結びつきにくく、絶対0度付近でも液体でいられるただ一つの物質である。超低温の研究で発見されたある種の物質を低温にすると電気抵抗が突然ゼロになる。電源のそばのスイッチ1を入れると電流が流れ、切ると電流は流れない。液体ヘリウムの中にある回路が抵抗ゼロになっていれば、スイッチ2を閉じた後スイッチ1を切っても電流は回路を流れ続ける。このように電気抵抗がゼロになる現象を超電導という。電源のスイッチを入れると超電導のコイルに電流が流れ、地震が触れる。スイッチを切ると地震は元に戻る。電源のスイッチを入れ、次に超電導の回路をつなぐ。その後電源のスイッチを切っても地震はコイルの方向を向いたままである。コイルが超電導である限り電流は流れ続ける。鉛も超電導になる物質の一つである。超電導になった鉛の皿の上に棒磁石を落とす。棒磁石は宙に浮いた。普通の状態では磁石の磁力線は鉛を貫いている。しかし超電導になると磁力線が入れなくなり、バネのような役割をして磁石を宙に浮かせているのである。超電導になった物質は磁力線をその中に入れない性質を持っている。これをマイスナー効果という。この超電導は私たちの生活の中で様々な利用の方法が考えられている。リニアモーターカーは超電導による強い磁石の反発力を利用して車体を宙に浮かせて走る。摩擦がないので従来の車両に比べてスピードを出すことができる。鉛の皿の上に棒磁石を落とす。棒磁石は宙に浮いた。普通の状態では磁石の磁力線は鉛を貫いている。しかし超電導になると磁力線がように電気抵抗がゼロになる現象を超電導という。電源のスイッチを入れると超電導のコイルに電流が流れ、地震が触れる。スイッチを切ると地震は元に戻る。電源のスイッチを入れ、次に超電導の回路をつなぐ。その後電源のスイッチを切っても地震はコイルの方向を向いたままである。コイルが超電導である限り電流は流れ続ける。鉛も超電導になる物質の一つである。超電導になった物質の姿は温度によっても変わる。非常に低い温度を表すには摂氏マイナス273度をゼロとする絶対温度を用い、単位はケルビンを使う。ヘリウムは原子同士が結びつきにくく、絶対0度付近でも液体でいられるただ一つの物質である。超低温の研究で発見されたある種の物質を低温にすると電気抵抗が突然ゼロになる。
電源のそばのスイッチ1を入れると電流が流れ、切ると電流は流れない。液体ヘリウムの中にある回路が抵抗ゼロになっていれば、スイッチ2を閉じた後、スイッチ1を切っても電流は回路を流れ続ける。